おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供は Twitter で鴨さんをフォローしている浜田昌司です。鴨さんの YouTube 動画も素晴らしいですが、 Twitter の発信も素晴らしく、いつも気づきをいただいています。私のアカウントのフォローにも感謝です、という浜田昌司さんの提供でお送りいたします。浜田昌司さん、ありがとうございます。大好きです。僕ツイッターの方もやってまして、カモハッピーというアカウントでやってますので、だいたい超短い言葉でちょっと心が元気になる、そんなツイートをしているアカウントになってます。このボイシーが大人気なので、プレゼントキャンペーン実施中でございます。日本人の 95% が持っている話し方の悩みを解決する2時間19分の一般公開していないマルチセミナー映像をプレゼント中です。こちらは鴨頭義人の公式 LINE でお友達登録していただくとゲットできますので、ぜひご活用ください。こちらボイシーのプレミアムリスナーを大募集中でございます。毎日10分喋ってます。大体ですね、 YouTube とか講演会ではすでにね、実証済みの内容を喋るのですが、こちらのプレミアムボイシーは違います。現在進行形の内容ダダ漏らし、例えばうまくいかなかった、大失敗しましたっていう話とか、こんなことで悩んでますっていう話とか、あとお金の話とかですね、どちらかというと、生々しい、現場で起きているちょっと無料のところで出すと支障が出るような話を多めに喋るようにしていますので、ぜひぜひこちらね、超おすすめでございますので、月額900円でね聞けますので、ぜひプレミアムリスナーの方の登録よろしくお願いいたします。焼肉マフィアの池袋店のイベント、2つご紹介させていただきます。まずは12月23日鴨頭義人のバースデーイベント、こちらもともと3部制だったんですが、1部と3部ありがたいことに完売いたしました。ありがとうございます。あとは第2部、16時からの回だけがまだ少しだけ空きがありますので、ぜひぜひご来てください。それからクリスマスシャンパンナイトと称しまして、12月の25日ですね、イベントやってます。第1部が16時、第2部が20時からなっております。12月29日のイベント、ありがたいことに満席になりましたので、あとは12月23日と12月25日のイベントだけ空きがありますので、ぜひご検討ください。さて今日はですね、お金の話をしようと思います。とにかくね、日本人はお金の話をしない傾向にあるなと思っていて、最近でもね、ボイシーの方でもお金の話を積極的に配信されている方、ちょくちょく見かけるので、いい傾向だなって思います。ちょっと極端な言い方になりますけど、学校教育にお金の教育が入ってないのってすごく大きな問題だろうなというふうに思っていて、僕自身がね、お金のメンタルブロックを持ったまま大人になって、苦労したっていうふうに言えばいいのか分かんないんですけど、いっぱいなんか悩んだし迷ったし、お金にとらわれてきたなっていうふうに思います。今でもね、とらわれてる部分はあるんですけど、徐々にお金の勉強をすることによってお金の不安は減らせてるんじゃないかなっていうふうにも思っています。だからやっぱり情報量大事ですよね。なので、お金の話も、このボイシーの方でも少ししていこうというふうに思っております。今日はね、暗い話をしようと思います。日本の賃金はどんどん世界と比較すると、ランクが下がってるよっていうお話ですね。OECD っていう経済協力開発機構という機関があります。ヨーロッパを中心に日本とアメリカを含めて38カ国の先進国が加盟している、国際基金の、国際機関の名前になっています。こちらでランキングが出ているのですが、賃金のランキングですね、1位からちょっと発表していいですか。1位は現在アメリカ、これね、1ドル114円でちょっとお話ししようと思います。アメリカの賃金現在790万円平均賃金ですね。2位アイスランド770万円、3位ルクセンブルク750万円、4位スイス740万円、5位オランダ670万円、そして韓国が18位480万円。じゃあ気になる日本は22位430万円です。さあ、
アメリカは平均賃金790万円、日本は430万円、なんとその差360万円の金額差で 1.8 倍です。同じように仕事をしてもですよ。これだけの差がついてしまってるっていうのが国力の差だっていうことです。ちなみに、日本の賃金は下がってはいません。30年前は平均賃金400万、現在430万円なので上がってますが、他の国はもっと上がってるんですよ。例えば韓国、分かりやすいので韓国言いますね。韓国現在480万円、30年前はだいたい250万でした。つまり30年前、韓国の平均賃金250万、日本400万だった。憧れの国だった。まあ、賃金だけで言うとですよ。ところが現在は韓国の方が上。それぐらい日本っていうのは賃金が伸びてない国、もう極端に伸びてない国だということです。まあ、これはですね、他の指標、ビッグマック指標でも現れていて、ビッグマックの価格も、もう昔は非常に日本というのは、まあ、高かったんですけど、今は、例えば、アメリカだと約644円が、日本だと425円、シンガポール504円、韓国466円、タイ434円、もうね、シンガポール、韓国、タイより日本は安いんですね。要は賃金も安く、物価も安い国、それが日本だということです。で、なんか賃金が安くてもね、物価が安ければいいんじゃねって思う人もいるかもしれないんですけど、まあそれ一部では言えることなんですよ。で、日本で暮らす限りは、収入が低くてもそんなに暮らしにくくないですよね。これ日本のサービス以外もそうで、例えばエンターテインメントの価格ってもう激安になりましたよね。例えばエンターテインメントを見ようと思ったら、テレビ以外ね、テレビ以外で言うと映画とかだったわけですね。で、映画って1本見るのに1800円とかするじゃないですか。じゃあ今ネットフリックスとか月額いくらかっていうと、本当に2000とかで見れるわけですよね。だけど見放題なわけなので、エンターテインメントの1時間あたりの単価ってもう10分の1とか50分の1とか、まあ見る量が人によって違いますけど、むちゃくちゃ安くなってると思うんですよね。だから極端なことを言うと、日本ではその最低賃金が低くても生活自体はそんなにね、困窮したりはしないってことです。じゃあ国際社会においての競争力で言うとそれでいいのかっていうと、危険であるってことです。例えばね、東京のコンビニエンスストアって働いてる人って日本人って本当に1割とか2割なんですよ。あとは海外の方が働いてくれてますが、このままだと海外の人は日本に働きに来なくなるってことです。だって最低賃金が下がって、自分の国よりも賃金が低い国にわざわざ引っ越してきて働く人っていますかね。いなくなりますよね。なのでこれから日本において非常に暗い未来のことを予想すると、企業が閉店をしたり倒産する理由は利益ではなく人っていう風になっていくってことです。で、すごくシンプルな言い方をすると、人は賃金が高い業界に集まるっていう傾向があります。これボイシーでも喋ったことありますが、昔ね、立川談志さんっていう落語家のもう素晴らしい師匠がですね、漫才ブームが来た時に、これで才能は、落語界に集まらなくなるっておっしゃったんですよね。収入が高いところに才能が集まるからですって考えると、これはもうエンターテインメント業界のみならず、能力の高い人というのはアメリカで働いた方がいいということに気がついてしまうってことです。例えば時価総額世界1位のアップルでは、日本円に直すと年収の平均7400万円超えというデータもあるぐらいです。ちょっとこの話については、プレミアムリスナーの方で続きをお話したいと思います。頑張りましょう。暗い話ですけども頑張りましょう。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。解決策プレミアムリスナー。